染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらはバーバリーのトレンチコートです。かなり古いお品物ということで、お母様から譲り受けたということで、お預かりしました。全体的なコンディション、使用感という意味ではさほど古さを感じないんですけどもですね、全体的にドット状のシミが無数にございます。もうカウントできるレベルではないぐらいございます。こういった感じです。これはですね、当店の事例でよくご紹介させていただいているような事例と似たような感じでございますので、うまくいけばですね、きっと見違えるようにきれいになるんじゃないか、見違えるというのはもう一つ残らずシミが消えるんじゃないかというふうに思っております。お洋服動かしちゃうとちょっと分かりにくいんですけど、見えますか、こういった薄いシミ、ドット状のシミ、実はこれ撮影しているのはドライクリーニング後の撮影でございます。つまりお預かりの状態、違法の状態とちょっと違って、一度ドライクリーニングの全体処理をしてあります。でもビフォーとほとんど変わりないです。つまりこのお洋服にふさわしいメンテナンス方法としてドライクリーニングをしただけではこのシミは取れないというふうなことをお見せしたくて、この動画を撮っております。今上半身だけ見せておりますけども、これがですね全体にあるんですよ。これちょっと濃いところ、こんなところ濃いところ、ずっと収納していてですね、収納中にできてしまうこういったシミ、はい、こんな感じでございます。これを一つ残らずきれいにしてみたいと思います。バーバリーのトレンチコート、素材は綿です。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、バーバリーのコートが仕上がりました。非常にいい感じに綺麗に仕上がっております。たくさんあったドット状のシミはですね、一つ残らず綺麗になっております。完璧でございます。質感や風合いを損なうことなく、シミだけを綺麗にすることができました。シミ抜きは大成功でございます。同じような事例のですね、ご紹介をたくさんさせていただいているので、自分のバーバリーのコートを見てですね、ネットで検索して当店のブログとか動画とかを見つけていただいて、お問い合わせ、ご依頼が多数ございます。その度にですね、綺麗になってよかったというふうなことで、たくさんのいいコメントをいただいております。いい流れで、メンテナンスできております。こちらですね、収納中の黄ばみというふうなことで、ドット状のシミが全体にあるというふうなもののコートに関してはですね、かなり、得意な感じでやっておりますので、ぜひご相談ください。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。